中国の起業家や投資家数十人が公開書簡を出しました。書簡では中共の政治改革を求め、社会の抜本的な変革を列挙しています。中国で匿名の公開書簡が出回り、議論を巻き起こしています。この書簡は上海を中心とする数十人の起業家や投資家が出したものです。彼らの投資額を合わせると数百億ドルに上るといいます。しかし。 この規模の企業でさえ自社を守りパンデミックに見舞われた上海の経済で生き残るために苦心しています彼らは今回の都市封鎖によって完全に目が覚めたと話しており中国の共産党政権の信頼性がすでに崩壊していることを認識することができたといいますそこで彼らは声を上げることにしました当局のゼロコロナ政策への抗議の意を込めて彼らは封鎖解除後 通常生産に戻るようにという当局の指示に従わないことにしたのです各社は操業は再開するが生産はしないとしていますサウスカロライナ大学英近校ビジネススクールの社殿教授は2ヶ月にわたる都市封鎖の後に企業が生産を再開するのは難しく特にサプライチェーンが寸断されている状況ではなおさらであると説明しましたそして企業からの戦略は要するにストライキなのだと指摘します うん、これは本質的に産業部門ビジネス部門労働者民間資本家といった上海のあらゆる階層の人々によるゼネストの始まりであることがわかります実際彼らはさらに大きな社会的ストライキを呼びかけているのです社伝教授は企業からは政権に抗議しているのだといいます。政府は 2,000万人以上の人口や多くの企業を有するこのような大都市を何の議論もなく政治的な理由から突然閉鎖するといった無謀なことはできないのです書簡ではビジネスにおける不服従に加え政治的な改革も要求しています彼らが目指すものは経済発展を政治から切り離すすことですそのためには住民に土地の永久的な所有権を与えることを含む いくつかの根本的な社会変革が必要だと述べています。現在、中国の土地はすべて共産党に属しています。個人や企業は、通常数十年間、その土地の使用権を購入するだけです。それには、住宅地や商業地も含まれます。所管ではまた、複数政党による統治システム、および民間のメディアプラットフォームの禁止を撤廃するよう求めています。さらに、 特権階級や戸籍制度の撤廃も求めています戸籍は省内パスポートのようなもので中国の8億人の農民を差別するツールでもあります特権階級とは党の高官とその家族を指し彼らはしばしば特権と特別な待遇を受けています上海の産業界はストライキを利用して中国共産党に政治改革を行わせ 中国共産党を歴史の舞台から追い出すのですこれは民間レベルで中国共産党を解体するための非常に前向きな取り組みだと思いますアメリカを拠点とするラジオ放送局のラジオフリーアジア RFA はこの書簡の賛同者数人と連絡を取ることに成功し彼らは書簡を引き続き広めると語っていますしかし安全上の理由から匿名にすることを希望しました NTD ジャパンがお伝えしました。